こんにちは、タクトさん。ご休憩ですの？こちらで飲み物を買おうと思いまして、本当はティーラウンジで新しく入荷したお茶をいただこうと思ったのですが、今はカラオケ大会が開かれているとのことでしたので退出してまいりましたの。お茶の時間はできれば落ち着いた雰囲気の方が好きなものですから。飲み物のついでに駄菓子も買い込んでおこうと思いますの。いろいろと商品が補充されたそうですので。まあ、安上がりな報酬ですわね。では、遠慮なくお受けいたしますわ。そういえば、物資の積み込みはあとどれくらいで終わりそうですの？いえ、ちょっと聞いてみただけですわ。お疲れ様です。頑張ってくださいませ。はい、いらっしゃいませ。日用雑貨、医療、映像に音楽、その他もろもろ、どれもお安くさせていただいております。これはこれは、マイヤーズ様、我が社の取扱い商品の展示販売をさせていただいているのですよ。ほんと、いろんなもんが置いてあるね。久々に世間の空気を嗅いだような気分だよ。私とて外出くらいはする。それに新民の生活を間近に見られる良い機会だからな。で、私はその身辺警護ってわけ。何かいけなかったか？ここの商人たちから情報が漏れると？だが、そなたが選んだ取引相手ではないか。それほど信用が置けない相手なのか？それにフォルテシトーレンを責めるのは筋違いだ。私は自分の意思でこの場に来たのだからな。司令官殿、心配したって手遅れだよ。もうあちこち歩き回った後なんだから。それでもというならば、私は部屋に戻るが、どうすればよいのだ、マイヤーズ。うん、許す。ここに並んだ物品から選ぶのか？そうです、王子。この宇宙スルメイカの一夜干しなんかどうです？噛めば噛むほど味が出ますよ。それは何の道具なのだ、マイヤーズ。ちょいと司令官殿、芝王子一人じゃ遊べないものを勧めてどうすんだい。私が前に聞いた限り、芝王子のおそばについてきている人の中にチェスができそうな人はいないんだよ。私も含めてだけど、
面白そうだな。ではこの立体チェスなるものをもらおうか。恐れ入りますが、お金を払ってくださいませんか。金？買い物とやらには金が必要なのか？良いのか？これは私の買い物なのに。そなたが相手になってくれるというのか？ならば相手にとって不足はない。後で吠え面を書くなよ、マイヤーズ。結構いいとこあるじゃないか、司令官殿。ちょっと見直したよ。ではそろそろ行くぞ、シュトーレン。せっかくの機会だ。他の施設も見て回りたい。はっ、お供いたします。じゃあ司令官殿、あたしらはこれで。いらっしゃいませ。ただいまよりタイムサービスで特売を開始いたします。早速買い物しようっと。すいません、圧力鍋はありますか？申し訳ありません、お客様。圧力鍋はさっき最後の一つが売れてしまいまして。鍋返品したいんですけど、部屋に同じのがもう一個あったのを忘れてて。返品するんですか？だったらそのお鍋私が買います。
じゃあお会計お願いします。おめでとうございます。可愛いお嬢さん、あなたはここで販売を始めてちょうど500人目のお客様でございます。いえ、これは本当に数えていたものですよ。嘘偽りはございません。どうぞ記念品をお受け取りください。我が社のマスコット、宇宙パンダのブラパンシ君のキーホルダーとタオルでございます。これで終わりではございませんよ。ラストの記念品はブラパンシ君の超ジャンボぬいぐるみでございます。うわー、これもかわいい。けど、大きい。中のクッションを抜けばお子様のパジャマにも早変わりする優れものです。ミントにですか？だけどミントがぬいぐるみを好きだなんて聞いたことないですよ。そうかもしれませんね。じゃあミントにあげてきます。はい、じゃあ行ってきます。アタクト、ちょうどよかったわ。手伝って。違うわよ、失礼ね。運ばれてきた物資の整理を手伝ってるわよ。これから部屋の重力を切ってちょっと大きな荷物を運ぶの。無重力作業用のブーツはそこにあるから。ごちゃごちゃ言ってないで仕事にかかるわよ。重力発生パネルのスイッチを切ろうね。オッケー、これで重い荷物も簡単に運べるわ。じゃ早速やりましょう。そっちのワイヤーロープを持って。そうよ、ゆっくり持ち上げて。そうそう、いい感じよ。あ、タクトさんだ。ナンパと一緒に何やってるんですか？
ラバラになっちゃったものは仕方ないわよ。ほら、さっさと集めましょう。いたのは私たち二人だけ。こんなこと誰かにバレたら、さっきのことは単なる事故よ、アクシデントだったのよ。ここでは何もなかった。いいわね。思ってたわ。まあこうなった相手があんた以外だったら口止めだけじゃ済まさないけどね。なんでもない。ほら、私たちも回収を手伝うわよ。そうかい？だけどミルフィーだってスベスベの肌してるじゃないか。この温泉のお湯は打ち身、擦り傷、冷え症、湿疹、赤切れなどに効能があるそうです。いわゆる美肌効果ってやつ？健康にもいいし気分も爽快。やっぱり温泉は最高よね。補給品のクリストに露天風呂セットをこっそりと書き込んでおいて正解でしたわね。ねえねえ、どうしてフォルテさんはそんなに胸が大きいんですか？あ、ラファも結構大きいよね。どうしてって言われてもね、これはこれで射撃の時に邪魔になることもあるんだよ。見ないでよ、親父じゃないんだから。だってこんな格好してるとやっぱり気になるし。ミルフィーさん、胸が大きければ良いというものでもありませんわ。大切なのは全体のバランスですのよ。例えばフォルテさんの胸がバニラさんについていたら不自然でしょ。体格的にありえないと思いますが。あら、なんか物音が聞こえたような。そこに誰かいるの？
この思考は、タクトさん？タクトさん！一緒に温泉に入りませんか？ああ、構わないさ。お前さんと私たちの仲じゃないか。どうしたのよタクト、早く来たら。こっちはいい湯加減よ。現在の水温40度ジャスト、長時間使って温まる目的としては適温です。どうタクト、こうして星空を眺めながら入る温泉は格別よ。だけどせっかく新しい水着も買ったんだから、どうせなら露天風呂より海で泳ぎたかったよね。仕方がありませんわ。次にお休みがいただけたら、また惑星楽園のビーチへバカンスに参りましょう。何笑ってんのさ、どっかに頭でもぶつけたのかい。そうですよね、やっぱり温泉は最高の保養ですよね。特に異常なしだ。お前がいない間に次のクロノドライブの座標を算定していたところだ。ちょうど補給が終わったところだから、もう出発できるぞ。マイヤーズ司令、プラマーシ商会から通信です。毎度ありがとうございます。これで全ての手続きを終了いたしました。どうぞまた当社をご利用くださいませ。お気遣いありがとうございます。お客様も良い旅を。なあ、ちょっとお待ちください。たった今、会長よりミント様へのメッセージを賜りました。ですか。私的な内容でしょうから、データを受け取ったらそのまま私の部屋へ転送してくださいませ。は？いや、しかし今お流しせずによろしいので。ミントお嬢様はそれ以外何も。となると感激したお嬢様が私を高く評価して重役に取り立てるように会長にお願いするという私のバラ色人生計画は。いやいやいや、少々ノイズが入ってしまったようで、ただいま会長からのメッセージをお送りします。それでは私どもはこれにて失礼いたします。調子が。ブラマンシュ商会の船団離脱していきます。やれやれ、ドタバタしたがやっと出発できるな。すぐに次のクロノドライブに移ろう。そうか、俺は別に気にならなかったけどな。あら、タクトさん、お疲れ様です。
ええ、そうですの。今回の補給で新しい茶葉やお菓子が入荷したと聞いたもので、早速いただいてみようかと。ええ、どうぞお座りくださいませ。それでミルフィーさんから宇宙パンダのぬいぐるみをいただきましたの。安心ですか？またそのお話ですの。きっと気のせいですわ。あら、そうでもありませんわ。交渉のアシスタントではほとんど出る幕がありませんでしたもの。でしたら続きは場所を変えて私の部屋でお茶にいたします。さっきジュースをご馳走していただいたお礼ですわ。遠慮なさることはありませんわ。私も今回の補給で手に入れたお茶やお菓子を早くいただいてみようと思っていましたし。ええ、どうぞ。では私の部屋へ参りましょう。どういう部屋だと思われますか？相変わらず不思議な想像をなさいますのね。それがタクトさんらしい思考ですのね。でもお菓子のお部屋も素敵ですが、それでは生活ができませんわ。実際はこうなっておりますの。どうぞお入りくださいませ。ありがとうございます。どうぞおかけください。今お茶の用意をいたしますから、タクトさんはお菓子でも召し上がりながらお待ちください。タクトさん、お茶受けは甘納豆とふ菓子と飴玉とスコンブ、どれがよろしいですか？お待たせしました。とっておきのラベンダーハーブティーですわ。気分が落ち着きますわよ。補給も無事に済んでほっと一息ですもんね。前にも申しましたが、ああいったごますりを行う方はそれほど珍しくありませんわ。そうでもありませんわ。たとえ露骨でも自分が得をするのであれば喜んで受ける方の方が多いですわ。表面上はそんなことをしてもらっちゃ困ると言っていても、それはポーズでしかありません。そう思われますか？父などは逆にそういった方々を利用して財界を思うように動かしていますわ。あら、それではいきなり泣いたり怒ったりしてみましょうか。きっとそんな気がするだけですわ。では今度は私から質問させていただきますわ。どうして補給物資の価格交渉の時、
営業部長さんの言いなりに応じなかったのですか？永田さんは不思議な価値観をお持ちですのね。責めているのではありませんわ。タクトさんにとってはそれが普通の答えなのですわね。さあタクトさん、遠慮なさらないで、もっとお菓子をどうぞ。まだいっぱいありますわ。ですが、駄菓子が好きというのはやはり子供っぽいでしょうか。そう言っていただけると私も嬉しいですわ。私は実家を出るまで駄菓子やファーストフードのお食事なんて食べられませんでしたもの。実は私も一度だけファーストフード店に行ったことがありますの。12歳の時に旅先で。あんなに開放的でマナーを気にすることもなくできた食事は初めてでした。あの時はとても感激いたしましたわ。とっても。世の中にあんなに刺激的な食べ物があるなんてあの時初めて知りましたわ。それ以来ファーストフードのお店に行く機会はなかったのですけど、ずっと憧れていたんですの。普段は基地の中で食事をしていましたし、それに一度しか行ったことがないから行きたいと言い出すのは少し恥ずかしくて。そうなんですの。私もエルシオールの食堂ではなく、実際にお店に行って体験したいものですわ。デートですか？あら、興味がおありですか？なんでしたら、父のメッセージをご覧になります？構いませんわ。それに、父が何を言っているか興味津々ということはお見通しですわよ。では、再生しますわね。ミントか。トルミナの営業部長からお前の消息を聞いた。達者で何よりだ。まったくくだらんクーデターのせいでお前のことといい、今後の事業計画といい、大変な迷惑を被ったわ。広告軍にはこれ以上もたもたせずに、クーデターなど早急に鎮圧してもらいたいものだ。ミント、お前も白き月で有益な人脈を作れたことだろう。そろそろ戻ってきても良いのではないか。お前には一日も早く組織の長としての経験を積んでもらわねばならん。軍に付き合うのもほどほどにしておけ。では次の予定があるからこれできるぞ。また会おう。ね、タクトさん、父は大して心配していないでしょ。誰に対してもあんな感じでして、父も悪い人間ではないのですが。
どうして私が家と揉めていると思われるのですか？どうやら今度は私が心を読まれてしまったようですわね。それは逆ですわ。私は家を出るために広告軍に志願したんですの。軍ならブラマンシュの力も及びませんもの。それがきっかけで紋章機のパイロットとしての適性が判明し、広告軍ではなく白き月に配属されることになったのですわ。ミルフィーさんやランファさんもパイロット養成学校で適性が見出されてエンジェル隊に配属になったんですの。まあお上手ですわね。でも私にとっても自由な雰囲気の白き月に配属されたのは幸運でしたわ。もっとも父は白き月さえもブラマーシュ財閥に有益な人脈を作る場だとしか見ていないようですが、父はそれが私のためになると思っているようです。ですから全くいたしておりませんわ、そんな罰当たりなことは。それにそのおかげで周囲から受ける期待も紋章機のパイロットとしてのレベルでとどまっていますし、私はテレパシーが使えます。その力に対する期待です。父もテレパスなんですの。でも人の心は読み取ってもその気持ちまでは汲み取らず自分の考えを押し付けてきます。娘である私に対しては特に幸運ですわ。いつも勝手にあれこれと口出しをしてきて。まさしくその通りですわ。私のためを思ってのことだと分かってはいるのですが、結局のところは私自身の気持ちなど全然考えてくれませんの。こんなことを他人に話したのは初めてですわ。タクトさん、申し訳ありません。ありがとうございます。でも不思議ですわね。こんなことを話したのになぜか心が軽いですわ。そうだったのかしら。タクトさん、もしかしてタクトさんもテレパスなのですか？不思議ですわね。タクトさんとお話をしているとなぜか落ち着きますわ。ではそれがなぜかを調べるためにこれからも仲良くいたしましょう。エオニア軍の包囲網が狭まってきてるんだから仕方ないだろう。補給できただけでもありがたいと思わないとな。それよりどうも艦内が浮かれた雰囲気になっているのが気になるな。戦うじゃなく逃げるってのがお前らしいよな。この艦内のムードは司令のお気楽な性格が伝染したのかね。前方に艦隊が展開しています。識別信号なし、エオニア軍と思われます。3時方向にも反応多数。敵
は戦闘機を発進させた模様です。敵戦闘機より通信が入りました。つなぎますか。もしかしたらこの前の連中じゃないか。ラッキースターとカンフーファイターが戦った妙な奴ら。やあ、君が司令官かい。僕はエオニア陛下直属の特務戦闘部隊ヘルハウンズ隊長カミュオー・ラフロイグだ。ああ、また出た。今度は何しに来たのよ。僕の愛しいマイハニー、今日も美しいね。それに引き換え、君はエンジェル隊を指揮するものだというのに美しくないな。今日はさらに激しく楽しく戦うべく俺たちの仲間を連れてきたぜ。行くぞ。相変わらず人の話を聞かない奴らね。ちょっと待て、仲間だろ。そう、お仲間。ちなみにオイラの名前はベルモット・マティン。チャームポイントはハチバキ。というわけで早いとこシバ王子を渡してくんない。レッドアイだ。要求を拒めば貴様らに待つ者は永遠の静寂なの。そういうことだ。希少な存在のくせに僕のような高貴な者の手を煩わせないでほしいね。このリセルバ・キアンティは選ばれし者。お嬢様たちのおままごとに付き合ってる暇はないんだ。また厄介そうな連中ばかりだな。雰囲気からして正規軍じゃなさそうだ。どうやら彼らは命が惜しければシバ王子を差し出せとおっしゃりたいようですわ。意志の伝達が不自由なようでお気の毒に。ふん、ブラマンシュのお嬢様か。白き月の犬風情が。それは選ばれし者へのやっかみか。私にはあなたの方が私や白き月へのやっかみを持っているように聞こえますわよ。誰が誰にやっかみを持っているだって。ブラマンシュ財閥の一人娘だからってこの僕に向かって無礼な口を聞くのは許せないね。ご無礼がありましたらお詫びいたしますわ。あなたと比べたら無礼や無作法のラベルではとても勝ち目がありませんもの。とりあえず口では勝ったな。そういうこと。引き分けの悪い奴にはきつーくお仕置きしてやるまでさ。所詮巨大な力で叩き潰されなければわからんか。弾薬およびエネルギーの補給は万全です。出撃命令。言ってくれるじゃん。補給も修理もできないうちに片付けてやるよ。敵戦闘機は高性能ですわ。パイロットの知性はともかく操る機体には注意が必要ですわよ。ふん、物分かりの悪い犬風情など叩き潰してやる。無駄な抵抗は見苦しいね。あまり荒っぽいことをするのは僕の趣味じゃないんだが仕方あるまい。